これで全員か。俺も随分と舐められたもんだ。ドフラミンゴ、お前覚悟はできてんだろうな。どういうことだ。ドフラミンゴが二人いやがる。片方は分身糸人形だ。だが気をつけろ、どちらかは本物だ。上場戦争からここまでよく生き延びてここまで来たな、麦わらのルフィ。だが悪運もここで終わり、お前もお前の仲間たちも全てだ。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。思い出せ。39! なんで俺があんな目に。ヘルメモリーズ、やりやがったな。俺から行く。任せろ。冷静さを欠けば命を落とすと思え。ルーム、シャンブルズ。くそ。僕が本気を出しても構わない相手だというんだが。どうした？程度だよ。任せろ。思い出せ。39。なんで俺があんな目に。ヘルメモリーズ。任せろ。程度だ。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。よっ、くらえ。ウソップパンダ。どうだ。へへ、これがウソップ様の実力よ。やるしかねえようだな。ルームシャンブルズ。マシ、麦わら。くしょ、これだけは二度もやりたくなかったが。あなた長鼻。タタババスカだ。今度こそ息の根を止めてやるよ。
前は？まさか。生きてるはずがねえ。俺はこの手でお前を殺した。コラさん、バカな、コラさんだと。これはお前が。ごめんなさい、わざとではないの。こんなこと初めてで、私でも抑えられなくて。あなたの思いが私の力に共鳴して、自然と。誰の能力だ、いまいましい。くたばった後も俺の邪魔をしに来やがるとはな。物分かりの悪い弟を持つと苦労するぜ。いいだろう、一度も二度も変わらねえ。だが俺が殺してやる。そこにいるコラさんも所詮はまがいもの。そんなものでこの俺を止められるとでも思ってやがるのか。いや、お前を止めるのはコラさんじゃない。俺は優しいコラさんがあの日引けなかった引き金を代わって引きに来たんだ。なるほど、そりゃ泣ける話だ。だがかつてコラソンが命がけでお前を救ったことも、お前の今までの行動も、全てが無駄だったと思い知らせてやる。ミルフルール、ヒガンテスコマーノ、スタンプ。コラさん、奴にとどめを刺すぞ。コラさん。終わりだ、ドフラミンゴ！くそ、こいつも偽物だったのか。待て、待ってくれ、コラさん。あんたに救われて、俺は生きてる。病気は治った。あんたがくれたオペオペの力でだ。俺はずっとあんたに礼が言いたかった。ありがとう。どんな能力なんだ。ごめんなさい、私余計な。いや、礼を言う。コラさんと会わせてくれて。レベッカ、大丈夫？顔色が良くねえぞ、少し休んでろ。ドフラミンゴの野郎に糸で無理やり操られてたからな。この先はドフラミンゴの王宮。あいつはこちらの動向を監視してるはずだ。ああ、待ち構えてやがる。俺が必ずドフラミンゴをぶっ飛ばすから、お前はここで待ってろ。キャベツ、レベッカを頼む。いいだろう、ここは僕が引き受けよう。急げ、鳥かごも閉じてきている。
君たちの戦いを誰にも邪魔させない。ドフラミンゴの討伐は君たちに任せた。ここは僕の舞台だ。さあ行け。ああ、わかった。ここはあいつに任せて、俺たちは上だ。俺が上で入れ替える。お前たちはここで待て。俺は自分で行く。悪いな、ルフィは昔からこうだ。